I guess I have a job to do. どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回はファルディンスカジュアルマッチということで、スカイを使ってカエル島で戦っていきます。こちら2ダメージ、対するお相手は3ダメージのタンクっていう感じですかね。ちょっとヤゴラスフリアで多分あのビームでこうバーってヒーローしたいと思うんですが、多分ウィローがね嫌だと思うんですよねっていうところで、ちょっとウィローストリックスあたりを僕は重く見て動くか、まあヤゴラスのフォローに入るかっていうところを考えていきましょうかね。Let's get this fighting over with so we can relax. さあやっていきましょう。ちょっと何事もなければ衰弱でいいかなと思ってますと。何にしようかな。あ、これでいいかもしれないね。それだとこちら使っていきますよと。相手の小尺と足あたりを買っていくのがベターかな。ストリックス対策で発光積むのも一つ一手かもしれませんがね。相手は発光2まで積んでるな。結構これやだね。うんうんうん。どうしようかな。一旦小尺と足かな。ちょっとストリックスには詰められなさそうですね、この感じ。ストリの光と、今見の、発光で、かなり動きが制限されそうですと。でもヒール自体は大丈夫なんで。いけるんちゃうか。ああ、横に進んでんのか。まずいな。謎の駆け引きがありましたね。てか、そこ、ストリックスと、なんだ、フリアと、ガチャッとしてたな。そう。間違えた。うわ、欲しいな。暇に見つかってしまいましたね。照射ついます。結構ストリート当たるんで、いつもか僕も。ストリート持ってる前行きますね。ガツガツ前来るからしっかりとやっていこう。効いてる、めちゃめちゃ効いてる。大丈夫だ。やれましたね。さあ、今の引いてもよかったのかな。さあ、200か。小尺さんまでささっと行きたいところでありますね。いて。
てやられちまった。ストリーに初弾当てられるとしんどいな。無理に攻撃し続けなくてもいいかもしれませんね、もしかしたら。見てね、それで。フリアのヒール入ったタップの感じ。残念。箱に積むか。バサスストリアな、これ。戦い的には。それも箱に積んでるね。これなら お互い対等の条件ということで。箱をするとと同じようにしつつ、なんだ。少々足を積んでいく感じにしましょうかね。つか、やっぱ移動アビリティないのと。音でわりかし位置バレやすいっていうのもあるからな。慎重に動かないといけないんですね。ちょっと光線時間短くなってるのが味方さんには申し訳ないんですが、今序盤のあのキネスさんのフォローできたり、アンドローが来てた詰めてきたところをこう一緒に迎え行ったりとかできたから、そこは悪くなかったんじゃないかなと思いますね。ただそうなると相手のウィローストリックスがかなりしんどいと思うので、さあ、それでまだ生きてますね。それ倒してあげたいな。右側にそれがいいのかな、これは。危っ、これフリアが取りに行く。ウルトでミロンを倒した。少々積みます。さあ、ヒヒン入れて、今にのウルトですね。とりあえず毒って言ったので 2,3 割こいつ削れるんだよな。スカイの毒バカにならないんだよね、特に垂直とかだと。よし、400か。瞬速積みて。いや、発光3にしてんな。ちょっと足置いとこうか。なんなら、暗速の地も積みてんだよな、めちゃめちゃ。ストーリー痛い。素直に痛いけど、まあ仕方ないねって感じでしょうか。なんか敵のフリアも壊滅だから対戦もありなんですが、そんなにビームに当たってないので一旦よしとしたいですね。あと移動アビリティないんで、あの今にのなんだっけ、フロスト忘れちゃったな。あの足止めてます。あれはあんまり効果ないし、どうせ移動アビリティないから逃げられないし、まあ、まあ、悪くないんじゃないかな。うわぁ、一発なのいて、すぐにね、あそこで、すみます。
そこでピストルモードじゃなくてスナイパーライフルのモードで待てるのすごいな。めちゃくちゃスリ自信あるんだろうな。あれ一発外したらだってあれってスリですよ。めちゃくちゃしんどいと思うんだよね。ストーリー的にも嫌だと思うんだよね。あそこまで詰められてるし。さあまあなんだかんだタンクいたんで勝利ですね。はい、結果はこんな感じでしたよと。4万ダメージ10キロはもう悪くないんじゃないかな。結構悪くないんじゃないかなって感じですね。なんかアンドロがボットになってたんかな、これクレジット的にもボットになってた説ちょっとありますね。あんまり稼げてないから。でお相手はフリアがすげえな。ウィロー、フリア、ストリックスがめちゃくちゃダメージ与えてましたね。まあ、ウィローフリアは多分主にアオラス打ってたんでしょう。ストリックスはなんか前に出てたっていうのもあるんで結構いろんなところに射線通してたかもしれませんね。うん、やっぱあスカイって難しいなで、今回買ったアイテムですが焼灼さん、まあ、これはいつものダメフラタンク絶対買ってるやつですね。焼灼積んでからが本番だよということで、まあ壊滅フリアとはいえまがいなりにもヒーラーなので1000ヒールちゃんとできる子なのでね、それをなるべく阻害すべく 75% 減なんで1000ヒールだとしたら250ヒールに減らせるのかな。使い的にはかなりでかいですね。敵の HP が1000ドンって増えるのと250ドンって増えるのとでは全然こう戦ってる時の気持ちが変わるので、あとみんな各チャンピオンやっぱ自己ヒールのスキルがあったりとか、あのカードで自己ヒールできるような能力があったりするんで、そのヒール量も減らせるっていうのがやっぱこの焼灼の強みですよね。なんで、まあ、焼灼は、まあ、必ず買っているとして、で今回ストリックスが前に出てきてあんまり僕ストリックスと戦えないかなって今回思ってたんですよ。このマッチイマニが発光積んでたし、まあ、ストリックスはあの見えるようになる光なんだっけ、フレアがあるはずなんで、そのフレアで、まあ、身動きかなりできないかな、制限されるかなって思ってて、なんでまあ多分イマニあたりとかウィローとかと戦うことがの方が多いのかなって思ってたんですが、アンドロとかね意外にそれが前ガツガツ来たんでストリックスに対抗できるように発光を積みましたと。まあお相手もスカイに対抗できるように発光を最終的には積んできましたね、3つ。うん、で、相手今に3つは発光買ってるけどあんまり今にと戦わなかったな。そんなに多分2、3回とかそういう数えれるレベルしか戦ってなかったんで、まあ今にの発光は結構無駄にかわせれた感あるんでちょっと嬉しいですかね。うん、逆にストリックスは結構活躍された感あるんで発光を積まれたかっていう気持ちではありましたが、はい、で、足積んでるのはスカイちゃんって移動のアビリティがないんですよ。まあ動画中でも話したと、まあこれも動画なんですが、あの試合中も話してたと思うんですが移動アビリティがないので、自分の移動速度を上げるのがこの瞬速を買っての移動速度アップしかないんですよね。自分の足で走るしかないということで、まあそれで足をなるべく積んでます。あと木の中でくるくる移動すると敵的にはこう透明で見づらいっていうか見えないっていうのがあるんで、当てづらくなる、初段当てでも2発目当てづらくなるっていう効果も見込んで、足積んでました。まあ今回ストリックスがいなくてキネッサとかだったら、足3にしてたか、まあ、平分積んでたか安息の地かな積んでたかしてましたかね。はい、で、今回選んだタレントは衰弱ですよと。まあダメージ的なスカイをやるんだったら確実にこれでしょう。ダメージ的なというかフランクとしてのスカイをやるんだったらこれを使うのがいいでしょう。衰弱ポイズンボルトのダメージが 25% 上昇して、ダメージレート、こうダメージの入り方が倍になるよみたいな、倍の速さで、ダメージ入るよみたいな感じですね。敵への火力がやっぱ上がるので、衰弱がいいですね。普通の素の状態でのスカイで全員敵を落としきれるんだったら調合っていうあのクールダウンリセットのあのタレントがあるんであれでもいいんですが、まあやっぱ上になってくるとそうもいかないと思うので今回はそこまで敵しんどくなかったですけど、もっともっとしんどい相手は本当に動けなくなるんで、そこの相手に衰弱でこう毒入れてっていうのはかなり大事になるんですよね。とかあと敵にタンクがいる時もこの衰弱の毒のダメージで割合攻撃なんで割合ダメージが入るんでかなりでかいですね。はい、まあ、今回もあの今にのドラゴンかなあれ HP6000 ぐらいあるんで、そのそれでそこに毒打てば2000ぐらい削れるのかな毒でっていうぐらいのかなり強いアビリティになるので割合ダメージは強いぞという感じです。はい、で、ロードアウト見るか。スカイ今回使用したロードアウトはこちらですよと。まあ、毒のタレントを使用しているのでそのポイズンボルトですねのタレントを使用しているのでそのクールダウンをなるべく短縮しましょうと、4秒短縮ですね。
で、まあ、スカイちゃん言った通り移動アビリティないですよっていうので、まあ、煙に入ってこう左右にぶれながらこう戦ったりとか敵の弾を避けながら戦うのがいいかなって思うので、次小3、4つ目ですね。煙幕に入った後2秒間移動速度が 32% 上昇ということで、煙幕に入ってる間ずっとだし、煙幕に出てからも2秒間確か移動速度がアップし続けるはずなので、し続けるっていうのかな、アップが保持されるはずなので、まあ動きやすくなりますね、かなりね。煙入って、まあ敵に入るもよし、突っ込むもよし、左右にぶれながら戦うもよし、煙を使って逃げるもよしという感じで、まあ移動速度はわりかし正義なところありますね。で、3つ目、こんなんですね。ポイズンボルトが敵に命中するたびに煙幕のクールダウンが 1.5 秒短縮ということで、まあ、煙幕とポイズンボルトを結構サイクルで回せるようになるんですよね。ポイズンボルト自体のクールダウンは毒殺者のでクールダウンがつい短縮されているんで、まあ、結構クールダウンの周りは良くて、で煙幕もポイズンボルトって3つ出るんですよ。ピュンピュンピュンって3つの毒矢が出てくるんで、その3つを敵に命中させるとこの 1.5 秒短縮 ×3 の 4.5 秒かな、煙幕のクールダウンも短縮できたりするので、かなり、煙幕とポイズンボルトの周りが良くなる感じになります。この毒殺者混乱の、カードはね、結構シナジー的にもいいですよねっていうのと、弱体化ですね。ポイズンボルト当てた後、1秒間弾薬を消費しなくなるということで、スカイって基本的に毒矢を打って毒矢スタートの攻撃が多いんですよ。やっぱり毒矢を打ちます、ポイズンボルトを当ててからこう攻撃ダダ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 って攻撃することが多いんですけど、まあめちゃくちゃ段数が多いわけじゃないですよね、スカイちゃんって。でまあ中距離とかちょっと離れちゃうとやっぱワンマガでは倒しきれないっていう敵もたくさんいますし、まあそもそも外しちゃうってことも全然あると思うので、攻撃をね外しちゃうってこともあると思うので、1秒間弾薬消費しないということなんで、これ1秒間こうフリーに打てるわけですよ。なんでその分余分に弾を打てるようになるので、それで無理やり倒しに行くみたいな感じです。まあ長すぎてもいい、長すぎる必要はないけど1秒ぐらいやるのは素直に嬉しい、やりやすくなるかもしれませんね、はい。でポイズンボルトから打つって言ったのは、敵って打たれるとやっぱ動くじゃないですか、避けたり移動アビリティしたりすると思うんで、最初の一撃でこうポイズンボルト3つポンポンポンって当てることができればかなりダメージ入るんですよ。 20-30% ぐらい多分 HP 削れると思うんで、まあ、通常攻撃をその毒矢打ってからやることで、まあ、その毒のダメージ、毒で減るダメージ量と、自分の通常攻撃で、まあ、敵を思ったより早く削れるってことができるので、かつ敵に当てやすい、最初のこう奇襲なんでやっぱりフランクで奇襲することになるので、透明な状態からポイズンボルト打ちます。でその3つ入りやすいですよね、敵が動いてないとか、まあなんか単調な動きをしてると、まあ大体奇襲できたタイミングってそういうタイミングになるんですが、ってなると、どっちにしろポイズンボルトから打つんで、この弱体化っていうカードとか結構相性がいいですね、はい。で、3つ目じゃない、最後ですね、緊急脱出と、まあ、これ HP が 30% になると自分がステルスになるよっていう、まあ逃げやすくなるよみたいな、透明になってまあ便利だよねみたいな話ですね、まあ、今回あまりうまく使えてなかったかな、これは。結構僕あんまり自分の体力管理はするんですが、その HP が 30% だから透明になったみたいな把握ができてなかったんで、僕ここうまく使えてないから別のカードに差し替えるのもありかもしれませんね、はい。ということで、今回は衰弱タレントのスカイを使ってみました。いかがでしたかね。まあ今回スカイ使ったのもレルムのトライアルのどれだっけ、あこれか、タイムフォームのダメージやりたかったんですよね。ちょっとウルトあんま刺さってなかったんで3000ぐらい足りませんが、まあでもあの感じ1人倒したかとかそんなレベルだったのに7000も稼げたんだな。これもう1試合ぐらいやれば1万いきそうですねっていうことで、まあタンクがいたらもっとね、ポイント相談戦のオーバータイム時とかにポイント投げとけば絶対当たるので、もっと稼ぎやすいんじゃないかなと思います、はい。ということで今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。